JA 共済のお習字6年生の課題、尊い生命を書きます。半分に手本を折ってできるだけ近づけましょう。尊いは横画が多いので横画は細く詰めて、点は左に1つ、上から2画目、そして中ぐらいの長さで横画を書きます。細く書いてくださいね。縦は太くてもいいのですが短く書きます。そして細く、ここは踏ん張って太く少し長めに書きます。これを大きくならないように筆の先を使って書いて、真ん中ぐらいに1本、もう1本で締めます。短くなったらちょっと足してもいいんです。そして長くギリギリまでですね。真ん中より右に寄ったところからお尻を寄せたら跳ねて、点はこの下に書きます。いは横に命という字が来るので少しスマートないにしましょう。なのでこの2階のお部屋の真ん中から真ん中に寄せて、そして次の角へ行く気持ち、揃えてギリギリでいいので置き直して止めて3秒待ちましょう。結構細いですよね。そして全部が見えるように手本をちょっとずらして、生きるという字とこの角がぶつからないように気をつけて書いてくださいね。初めに1画目は払います。そして2画目沿って、3画目ちょっとずれたけどまっすぐ、ちょうど中心がここを通っていますが下もそういう風になるといいでしょう。そして真ん中は斜め上にまっすぐ、下は踏ん張ってここぶつからないように気をつけて。命が一番難しいです。命の最後は、抜いてもいいし止めてもいいです。実は止める方が簡単です。抜くのは非常に難しいです。中心から、中心といってもこれ下の中心よりもこの中心が少し右に寄った場合はそれを考えてちょっと中心を寄せて払います。もう一個も払うけれども左側よりも下がらないように気をつけて、ギリギリまで、E のギリギリまで。そして中に1本線を書いたら、できるだけ下にならないようにこの口は縦長く、はい、ちっちゃく、本当にちっちゃく真ん中で収まるようにして口を書きます。口の基本は出る出るですね。そしてこの延長状にして、この屋根とぶつからないように曲がったら中へ向かって跳ねて、ここからまっすぐでここ止めた方が収まりはいいでしょう。先生も止める方が好きです。払うのはなかなかまっすぐ真ん中にきれいにはいきません。でも払うのが得意な人は払ってください。名前は6年生、十分名前が書けると思うので空いているところに書いてください。